今日はね、こちらの4選手にご登場をいただいております。はい、準備の方は大丈夫ですか？はい、しっかり前も締めていただいて、では早速ではございますが、選手の皆さんから一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。では江村選手からお願いしていいですか？皆さんこんにちは。じゃあちょっとこの豪華なメンバーでなんで僕が選ばれたんかなって気なんですけど、まあ、精一杯楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。では続いて平沢選手、ご準備の方は大丈夫ですか？はい、お願いします。こんにちは。短い時間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて佐々木選手お願いします。こんにちは。じゃあ僕あんまり喋るの得意じゃないですけど。皆さんで盛り上がっていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では最後、中村選手お願いします。こんにちは。寒く、日も落ちて寒くなってきましたけど、江村が盛り上げてくれると思うので楽しんでいきましょう。お願いします。よろしくお願いします。今日は随分江村選手期待されてますね。なんかね、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。ということで今日はマー君も加えて、このメンバーでトークショーの方をお送りしてまいりますので、皆さんよろしくお願いします。早速選手の皆さんにはいろいろお話を伺ってまいりたいと思いますが、昨年はね、惜しくも優勝を逃してしまったマリーンズなんですが、このオフシーズン優勝に向けて選手の皆さんが取り組んだことですとか、今年の皆さんの目標をズバリ聞いていきたいんですけれども、では江村選手から伺ってもよろしいですか？そうですね、去年僕ずっと一軍にはね、いさせてもらったんですけど、はい、まあ、全然試合も出てないですし、全然チームのために貢献できなかったんで、今年はとりあえず日本一を目指し、はい、チームに貢献できるようにやっていきたいと思います。はい、オフシーズンはどうですか？どんなこと取り組まれるかというのはありますか？とりあえず僕ポジションがキャッチャーなので、はい、西武の隅谷銀次郎さんと一緒に実習させてもらって、はいはい、まずは守備の方からレベルアップしていこうと思い、はい、練習たくさんしました。はい、キャッチャーの皆さんの練習ね、動画とかも上がってましたけど大変そうでしたね。どうでしたか？そうですね、やっぱ、はい、基本練習って言っても耐える強化が多いので、はい、やっぱそこが内野手とやっぱちょっと違うとこかなと思います。はい、でもそれだけしっかりと準備をされているというわけですね。はい、はい、そうです。皆さんぜひね、江村選手のご活躍にご期待ください。では続きまして平沢選手はいかがですか？去年はまあ1年目ということで、はい、まあ、いろいろ分からないこともあったんですけど、はい、まあ、今年は2年目なんで、はい、まあ、去年よりも多く試合出ることに一番の目標を置いてやってます。
試合に出ることにこだわっていきたいと。そうですね、はい、はい、オフシーズン取り組んだこととかっていうのはありますか。まあ、体が小さいので小さい小さい小さいって小さいって可愛らしいですね。小さいってね、小さいんですね、体がね、小さいんで、はい、体を強く強くして、はい、大きくすることを一番考えました、はい、そんなことにも取り組みつつ今シーズンを迎えたわけですね、はい、そうです、はい、はい、ご活躍を期待しております、はいはい、では続いて佐々木選手どうですか。やっぱりこうマリーンズに入ってみてこのファンの皆さんの期待というのもすごく感じていらっしゃるのかなと思いますけども。そうですね、やっぱり、まあ、ロッテはファンの方々がすごい熱い、まあ、ファンの皆さんだなっていうのはすごい感じているので、はい、その期待に、まあ、応えられるように一日でも早く活躍したいなっていう思いはあります。はい、もうファンの皆さんもね佐々木選手の素晴らしい投球を待ち望んでいるかと思いますので、ぜひドゾマリンでの活躍をね期待しております。もうプロに入ってこのキャンプの時期であったりとかどんなことを取り組んでらっしゃったんですか。そうですね、キャンプは、はい、まあ、本当にわからないことだらけで、はい、まあ、あっという間に終わってしまったんですけど、はい、まあ、うまくいかないことの方が、まあ、多くて、まあ、不安なことも多かったんですけど、はい、まあ、それでも先輩方が優しく教えてくれたりしたんで、はい、まあ、それはすごい、まあ、支えになりました。こう特になんか親しい選手とかっていうのはいらっしゃるんですか。親しい選手、はい、よくこう、まあ、でも同級生、はい、田村がいるんで、はい、よく食事に行ったりだとかはします。なるほど、そうなんですね。ちなみに今日のメンバーで親しい選手はあまりいらっしゃらない感じですか。なんか中村選手かなんか圧力がなんか江村さん、江村選手、僕こいつ僕のこと友達やと思ってこの間もね、練習終わって、はい、なんかホテルまで送れみたいな、はよしろみたいな感じで言ってきたから、ね、まあまあまあすいませんっつって早速じゃあ仲良しなんですね。もう本当に優しい先輩なんで、はい、そうなんですね、さすがの江村選手ですね。では中村選手にも伺いましょう、はい、はい、今シーズンの意気込みですとか、はい、どうですかそのあたりは。そうですね、新しいポジションにも挑戦させてもらってますし、はい、まあ、その前に背番号も新しくしてもらって、ね、偉大な番号をもらったので、はい、また一からこの自主トレキャンプは基本を見直してやってきました、はい、なるほど、もう気持ちをこう引き締めて取り組んできたというところですかね、はいはい、ぜひ中村選手の活躍もねマリーンズの優勝には欠かせないと思いますので期待しております。さあ今ちょっとねお話もありましたけれども、今年佐々木選手を迎えてマリーンズをこうさらにパワーアップしているわけなんですが、中村選手は2014年のドラフト1位、はい、そして平沢選手は2015年のドラフト1位、そして佐々木選手は2016年ドラフト1位、江村選手は ないんでしたっけ。僕ドラフト5位、ドラフト5位ですね、2010年のドラフト5位、はい、そうですよね、5位なりに頑張ってます。そうですよ ね、チーム選手がみんな活躍するってだけでもやっぱりプロの世界は厳しいですからね。そうですよね。そこでちょっとお伺いしたいんですが、マリーンズへの入団が決まった瞬間のお気持ちというのをねぜひ聞いてみたいなと思うんですが、まずはやっぱり佐々木選手からマリーンズに決まった時ってどんな思いでしたか。そうですね、やっぱりドラフトの時は、はい、もう本当に指名されるかもどうか不安な、はい、まあ、瞬間だったので、はい、まあ、すごい、まあ、くじを引いてもらった時はすごい嬉しい気持ちになりました。やっぱり先ほどマリーンズファンの応援もすごいってお話ありましたけど、はい、そういうイメージは元からこうマリーンズに対してありましたか。そうですね、もともとロッテに入る前からそういうイメージを持ってたんで、その前で、まあ、プレーできるっていうのはすごい嬉しく思います。こうオープン戦での登板でもファンの声援はしっかり届いてましたか。そうですね、すごい、はい、熱い応援だなっていうのを感じました。なるほど、ではちょっと続いて皆さんにもちょっと遡ってお話を伺いますが、では平沢選手はマリーンズに決まった時のお気持ちってどうでした。正直違う球団かなと思ってたんですけど。そうですね、そうですよね、はい、でも、まあ、ね、いい球団に恵まれたなと思って、はい、すごく感謝してます、はい、嬉しいですね、そうやって言っていただけてね。中村選手はいかがですか。はい、自分もそうですね、1位で指名していただけるとは思ってなかったので、はい、びっくりしたの気持ちと嬉しい気持ちとでした、はい、びっくりした気持ちと嬉しい気持ちでいっぱいだったということなんですね。江村選手はどうでしょう。僕は校長室でずっとテレビ見てて、はい、校長室で学校にいらして、はい、学校にいて、はい、でドラフト5位指名いただいて、はい、記者会見緊張するなと思ってたんですけど、はいはい、記者が誰も来てなくて、来てなかったですか。えっと思って、ちょっとそちらの方には行ってなかったです。
か、岸さん。そうですね、なんやろうと思って。広島でしたっけ。なんかこう写真とか結構待ってたんですね。はい、気にしてなんかやってたんですけど、全然なくて、はい、そのままそれをね、皆さん多分経験されてらっしゃるかと思うんですけど、そのまま一人で僕バス乗って業務で帰りました。帰られたんですね、はい、そんな思いがあったんですね、はい、なるほど。でもこうやって今ね、こうマリーンズを盛り上げてくれる江村選手がいるから、こうね、今日のイベントも皆さんいろんなトークが聞けると思いますので、ね、あのちょっとマー君にも聞いてもいいですか、この話。マー君はちょっとドラフトとかってわけじゃないと思うんだけど、マリーンズ入った時の思い出とかある？え、パンチの効いたルックスだったと見えますこれ。マー君入った頃結構ね違ったんだよね。なんかね、年月が経つとカモメって変わるんだね。ね、こんな格好してたんですよ皆さん、実はね。ちょっとマー君の思い出話も披露させていただきました、ありがとうございます。ではちょっとお話戻しまして、今シーズンはですね、 We are 千葉ロッテシリーズというのが開催されます。チームや球団とね、ファンの結びつきが非常に強いチームです。先ほどもね、マリーンズファンの声援がすごいなんていうお話もありましたが、やっぱり選手の皆さん、ファンの皆さんが球場に駆けつけてくれると嬉しいものですよね。江村選手どうですか、やっぱりファンの声援というのは。そうですね、はい、やっぱすごく嬉しいですね。はい、なんていうんですか、あの打席に立つときに、はい、やっぱ鳥肌とかもやっぱ全然立ちますし、はい、応援の凄さですごい助けになってます。ぜひともちょっと今日いらっしゃってる皆さんに一試合でも多く足を運んでいただきたいので、江村選手からちょっと一言いいですか、なんかあのファンの皆さんに来てくださいっていうような一言をもらっても。それ僕が言っていいですか。いいです、もちろんです。それあれじゃないですか、やっぱちはやに言わせた方がいいんじゃないですか。そうしますか。はい、ちはやに言いまして、はい、まだあれなんで。じゃあちょっとあのパスが来たんで、佐々木選手ちょっとぜひ一試合でも多く来ていただけるような一言をいただいてもよろしいですか。全然台本になくてごめんなさいね、佐々木選手。すいません。まあ、僕も一日でも早く、一軍で活躍している姿を、見せられるように頑張りますので、ぜひ一日でも多く球場に足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。江村選手いかがですか。僕も球場行きます。来てもらわないと困ります。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、でも江村選手もこうおっしゃってることですから、皆さんもぜひね、一試合でも多く足を運んでいただきたいなと思います。さあ、そんなマリーンズファンの皆さん、今ですね、球団の公式ツイッターの方も大変ね、あの活発に投稿されておりまして、チェックしてるよって方どのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。そちらの球団公式ツイッターで皆さん楽しみにしているであろうもぐもぐ正午のコーナーについてもちょっとあのお話伺いたいんですが、中村選手、はい、大好評ですね。好評なのかどうかわかんないんですけど、とりあえず食べてる時に候補の梶原さんに写真撮られるっていう感じですね。なるほどなるほど。ちなみに最新のもぐもぐ勝負は何もぐもぐだったんでしょう。今日は何、はい、タコライス。聞かないとわからないんですか。タコライス。今日はタコライス召し上がられたんですね。はい、皆さんもぜひね、球団公式ツイッターでこう選手のこう裏側だったりね、素の表情なんかもご覧いただけるので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。さあ、続きまして、ちょっとすいません、あの話題が盛りだくさんですいませんが、先日ですね、2017年マリーンズイケメン5の投票が始まりました。拍手。こちらもね、もう毎年おなじみになってきているんですけれども、ここだけの話、初日3月14日時点での人気投票1位はなんと平沢選手でした。今ちょっとマイク使わずに、なんかあのいつもの口癖をおっしゃってましたね。いや、言ってないです、言ってないです。なんかあのマジっすかってよくおっしゃるって。いや、言ってないですけどね、僕は、ね、さっきもはい、こっちに移動するとき、マジっすか、マジっすかって連発してました。5、6回言ってました。5、6回どんだけマジっすかって。口癖なんですか。口癖です。口癖なんですかね。意識はしてないんで分かんないです。意識はしてないけど、そうなんです。実は人気投票1位、初日の段階で平沢選手でした。どうですか、それを聞いて。まあ、すごくありがたいですし、はい、まあ、バレンタインではちょっとかけるに負けてしまったので。そうですね、バレンタイン企画かけるより泳ぎに行きたいなと思います。はい、いいですね。佐々木選手はどうですか、イケメン5今年狙っていきたいななんて思いはありますか。僕ですか。はい、いや、僕は、はいはい、まあ、タイガとかかけるとかイケメンがすごいいっぱいいるんで、はいはい、いや、その、まあ、江村さんもすごいイケメンなんで。悪意あるな、それ。悪意あるやろ。だって江村選手は何でも先日表参道の方でね、
ヘアカットをされて、おしゃれに、おしゃれ、もちろんこれ、ファイブのためにですよね。ほら、もう気合入ってますね、江村選手。もちろんですよ。今年は狙ってきますよね。いつも文句言ってますからね。え、そうなんですか。自分はなんで5位に入ってないんだみたいな。やっぱり思ってらっしゃいました。はい、おかしいです。あ、じゃあちょっとここでアピールしときませんか。いや、もう優しさでいっぱい溢れてる男なんで、はい、皆さん、清き一票よろしくお願いします。お願いします。いいですね。中村選手はどうですか。もぐもぐ称号も大変大人気ですし。自分は大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか。もぐもぐ称号の方でお腹いっぱいですか。お腹いっぱいです。お腹いっぱいですか。かしこまりました。皆さんぜひね、あの投票の方受け付けてますので、イケメン5の投票の方もよろしくお願いいたします。さあ続いてなんですけれども、今年からですね、皆さんもうお分かりかと思いますが、球場名 ZOZO マリンスタジアムに変わりました。 ZOZO タウンといえばファッション通販サイトですよね。皆さんもよく利用してるんじゃないかなと思うんですが、今日ご登場の4選手の中でファッションセンスが良いのは誰なのか、ちょっと皆さん同士でせーので指をさしていただきたいなと思うんですが、よろしいですか。決まりました。決まりました。ではこの中で一番ファッションセンスがいい方を選手同士指さしてください。せーの、どうぞ。M さんです。あ、そうですね。ちょっとじゃあちょっと江村選手のご自身のコメントはちょっとまず置いといて、ちょっと聞きましょうか。周りの、まず周りの方からの評判ちょっと聞きましょうか。中村選手、はい、そうですね。いつもダボダボのスウェット履いてきてるんで、ダボダボのスウェットがおしゃれ、それが似合うのはやっぱ江村しかないな。おしゃれなスウェットが似合うのは、おしゃれというかダボダボ、ダボダボサイズ感があってない。おしゃれではないってことですか、それは。いや、それも着こなしてるんで。なるほどなるほど。この間でもあの正午に、はい、あのこいつ道具ナイキを使ってるんですけど、はい、ナイキのあのそんなボロボロのやつ履いてたらあかん言うて、綺麗なナイキのスウェットくれたんですよ。あ、くれたんですか。はい、で今それで来てます。あげたんですけど、やっぱ足の長さが全然違う。エムラには合ってないかもしれないです。ちょっと余っちゃってましたか。はい、でもめちゃくちゃいいですね、やっぱね。そうなんですね。はい、じゃもらったスウェットを着てるエムラ選手。なるほど。では佐々木選手からご覧になってエムラ選手のファッションは。いや、もうすごいおしゃれで、はい、おしゃれで、まあ、おしゃれやねん。おしゃれやねん。おしゃれな服装と、はいはい、おしゃれな髪型で、髪型と、はい、決まってるなって。トータルコーディネートってことですかね。はい、やっぱりファッションも結構表参道とか。いや、あのお金ないんで、僕はあのユニクロとか安くて素材のいい。ゾゾタウン使いました。あ、ゾゾタウンですね。ゾゾタウンで、通販で。はい、すいません。そうですよね。すいません。髪型とトータルコーディネートで、はい、なるほど。佐々木選手から見てそこがおしゃれだなというところなんですね。平沢選手からご覧いただいてどうですか。いや、もう先輩2人が言った通り、はい、すごくセンスもいいですし、センスもいいですし、何でも着こなせる、何でも着こなすし、センスがすごいですね。センスがすごいと、はい、どうですかそれを聞いて村選手。いや、やっぱりあの、はい、この2人に関しては、はい、おちょくってくるなってちょっと思いますね。おちょくられてる感あるんですか。はい、もう僕をどんま連れかのように扱ってくるんで、はい、後で裏行ってボコボコにします。大丈夫でしょうか。ちょっと心配ですが大丈夫でしょうか。でもそれだけ皆さん仲良しなんですね、選手の皆さん同士。こうやって今日はあの、まあ、キャッチャーの江村選手、まあ、内野手のお二人、そしてピッチャー陣とねお越しいただいているわけなんですが、このポジションを超えて皆さん結構お付き合いというかお食事行ったりというのはあるんですか。僕あの、はい、正吾が同級生なんで、はい、唯一。そうですよね、年齢的には。だから、はい、結構食事にはあよく、はい、行かれるんですね。行ったりはしますね。はいはい、無言みたいな。そうなんですね。あ、よく行かれるんですね。他の皆さんはどうですか。こうよくお食事に行く選手とかっていうのは。平沢選手いかがですか。タイガーいつも一人でホテルでご飯食べてます。あ、お一人なんですか。タイガーいつも一人です。一人が結構好きみたいな。いや、好きではないんですけど、誘っても断られたりしますけど、はい、いや中村選手を誘っても。はい、えいや、誘っても。僕石垣で誘ったのに断られました。はいはい、え違う、それは違うです。それは違う、はい、田村さんと、はい、あの、なんていうんですか、誘われ、2人、はい、2人に誘っていただいて、2人に誘われてで、はい、田村さんを取りました。なるほど、なるほど。ちょっとここで争いにちょっと負けてしまったようですね、村選手ね。まだこの発言も裏行った後で、そういうことですね。ポイントが溜まってしまいましたね。佐々木選手はどうですか、今お食事に行かれる選手というのはどうでしょう。
そうです、やっぱり田村が一番、ね、やっぱり田村選手なんですね、はい、でも田村選手がいらっしゃることによってちょっとこう先輩方とお付き合いがしやすくなりそうですね。そうですね、やっぱり、はい、田村は誰とでも仲いいんで、はいはい、いいですね、はい、心強い存在ですね、はい、さあではですね、ちょっとお時間が来てしまいましたので最後にですね、今年のスローガン、勝破限界を超えろというスローガンなんですが、皆さん今年どんな限界を突破する予定なのか、ちょっと一言でお伺いしていきたいと思うんですが、では中村選手からよろしいですか。どんな限界で、はい、はい、限界をね、超えていただきたいので、はい、ここを超えてやるぞっていう、こう意気込みみたいなものを聞かせていただきたいなと思うんですが。そうですね、はい、後にします。やっぱり、いや、大丈夫です、はい、やっぱ、まあ、今年、はい、自分も勝負の年だと思うので、はい、また背番号も変わって、はい、新しいもぐもぐ勝負だけじゃなく、新しい自分を見せていけたらいいなと思います。いいですね、今までの自分を超えるっていうような感じですかね。はい、そうです ね新しい自分を見せていきたい、いいですね、期待したいと思います。ありがとうございます。では、佐々木選手はどうでしょうか。そうですね、はい、限界、まあ、今年1年目なんで、はい、まあ、今までのアマチュア時代を、まあ、超えられるように、はい、まあ、しっかりとやっていきたいなって。いいですね、こうアマチュア時代をはるかに超える活躍をマリーンズでぜひ見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。では平沢選手はいかがでしょうか。去年は1年目で、まあ、いろいろ、はい、あの許してもらえることもあったんですけど、はい、まあ、2年目なんで、あの去年を超えれるように、はい、ということと、あと、まあ、僕自身勝手にライバルと思っている中村翔吾さんに勝てるように頑張りたいなと思います。いいですね、ライバル宣言、素晴らしいですね、期待したいと思います。ぜひ続けましていただきたいですね。そして江村選手いかがですか。そうですね、僕自身やっぱ今まで納得する成績も残せてないんで、はい、今年こそは、まあ、田村はいますけど、はい、負けないように、はい、そしてチームに、ね、貢献できるように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、ぜひ江村選手にお願いしています。ありがとうございます。さあ、まだまだね、お話を聞いていきたいところではありますが、ここで選手の皆さんにもあちらにですね、実はフラッグがご用意してあります。あちらに、意気込みですとかね、ぜひとも書いていただきたいということで、選手の皆さんフラッグの方にご移動をお願いいたします。はい、ではお願いいたします。マイクそのまま、はい、置いていただいて、じゃあこちらからお願いします。今ね、ファンの皆さんにもたくさん応援メッセージ書いていただきました。こちらに選手の皆さんにも、メッセージを書き込んで、意気込みをね、書き込んでいただきたいと思います。選手の皆さんまた帰ってきますんで、ちょっとお待ちくださいね。ご覧いただける方はこちらの方で、メッセージフラッグの書き込みの方をご覧いただければと思います。この後またステージの方に選手の皆さんお戻りいただきますので、楽しみにお待ちください。選手の皆さんには中央にね、書き込んでいただきたいと思います。ぜひ意気込みですとか、あとサインも忘れずにお願いいたします。今から決める感じですかね、書く言葉ね。はい、お願いします。さあ、本日は、開幕カウントダウンマリーンズホームタウン壮行会ということで、こちら海浜幕張駅前の特設ステージにおきまして、マリーンズから2人の4選手にお越しいただき、トークショーやイベントを行っております。佐々木選手、江村選手、中村選手、平沢選手の4選手にお越しいただいております。ただいまですね、ちょっとステージから会場を移しまして、メッセージフラッグの方で、選手の皆さん今シーズンの意気込みを書き込んでいただきます。この後ステージの方にもまた戻っていただきますのでね、ちょっと遠いよという方はすいません、楽しみに待っていてください。ただいまですね、ステージの、皆さんからご覧いただく左手側ですね、海浜幕張駅の近くの方で、メッセージフラッグの書き込みということで、選手の皆さんにも、意気込みやサインを書き込んでいただきます。ファンの皆さんの思いと一つになって、こちらのフラッグは球場内に掲示する予定でおりますので、皆さん楽しみにしていてください。ぜひドーンと大きく書いていただければと思います。さあ、ファンの皆さんにね、たくさん書いていきたいから、メッセージの中央に選手の皆さん書いていただいております。意
意気込みとサインをお願いいたします。ぜひね、大きく書いちゃってくださいね。さあ、本日はイベント開始前にファンの皆さんにもたくさん応援メッセージ書き込んでいただきました。ありがとうございます。こちらね、球場内の方に掲示をいたしますので楽しみにしていてください。では、あ、選手の皆さん書き込みの方終わりましたかね。ありがとうございます。はい、ではまた改めてステージの方にお戻りいただきましょう。よろしくお願いします。さあ、ちょっとどんなことを書いたのかね、またステージの方でも、お話伺っていきたいと思います。はい、では選手の皆さんがステージにお戻りになりました。はい、ぜひ拍手でお迎えください。さあ、一体どんなことを書いたのかちょっと伺っていこうかなと思うんですけれども、では順番に、はい、ではちょっと江村選手からどんなこと書かれたのか教えてください。僕は日本一って書きました。はい、僕は貫くっていう字を書きました。はい、まあ、今年しっかりと思ったことを貫けるようにやっていきたいなと思ったので書きました。僕は自分で活躍するという自分はさっきも言ったんですけど、新しい背番号、新しい自分を見せれるように新しいという字を書きました。はい、ありがとうございます。選手の皆さん、思い思いの意気込みをフラッグの方に書き込んでいただきました。それではここでですね、記念撮影をさせていただきたいと思います。寒い中なんですが、すいません、選手の皆さん、一旦上着の方ですね、すいませんが、ちょっと脱いでいただいて、ユニフォームでお写真を撮らせていただきたいと思います。ファンの皆さん、ちょっとお待ちくださいね。すいません、よろしくお願いします。スタッフが上着の方をお預かりいたします。さあ、今日は、こちらの4選手、江村選手、平沢選手、佐々木選手、中村選手に、お越しいただいております。ファンの皆さんとね、楽しい時間、ちょっと短いお時間ではございますが、楽しいお時間過ごしてまいりましたが、ここで、記念撮影のお時間とさせていただきたいと思います。ではマスコミの皆さん、ファンの皆さん、ご準備の方はよろしいでしょうか。ではマスコミの方、先に入っていただきますか、下の方に。はい、ではお願いします。はい、あ、では肩組んでもらいましょうか、選手の皆さんね。あ、いいですね。はい、ただいま記念撮影のお時間設けております。マスコミの方の撮影終わったら、ファンの皆さんの撮影タイムもちょっと取りましょうね。すいません、ちょっとお待ちくださいね。ただいまステージ上では記念撮影のお時間を設けております。なんか楽しそうですね。さあ、本日は開幕カウントダウンマリンズホームタウン総合会ということで、本日は千葉ロッテマリーンズより江村選手、平沢選手、佐々木選手、中村選手の4選手にお越しいただいております。さあ、マスコミの皆さんの撮影の方はよろしいですか。ありがとうございます。ではファンの皆さんの撮影のお時間ちょっと設けたいと思います。引き続き選手の皆さん、あ、じゃあ選手の皆さん、もうちょっと前に出ていただいてもよろしいですか。すいません、ありがとうございます。では、ファンの皆さん撮影タイムです。気をつけてくださいね、くれぐれも。はい、ファンの皆さん撮影タイムです。ちょっと目線配りましょうか。じゃあまず皆さんから見て右側、選手の皆さんから見てちょっと右側に目線をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆さん寒い中ね、本当にコンクリートでお尻冷たいですよね。ありがとうございます、お待ちいただいて。では5秒前5、4、3、2、1。では今度左手側を向いていただいてよろしいですか。はい、お願いします。はい、たくさん、ファンの皆さん集まっていただいてます。ありがとうございます。では5秒前でいきます。5、4、3、2、1。では最後真ん中でお願いします。はい、ラストです。さあ、皆さん本当に寒い中最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では撮影終了、5秒前で参ります。5、4、3、2、1。はい、撮影タイム終了です。選手の皆さん、ありがとうございました。ではですね、このイベントの締めくくりは江村選手の一本締めで締めさせていただきたいと思うんですが、それでは江村選手、よろしくお願いいたします。
さあでは皆さんもご準備お願いします。皆さん、今日は寒い中集まっていただき本当にありがとうございました。それでは一本締めで締めていきたいと思います。よーお願いします。ありがとうございました。さあ皆さんぜひ今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いします。では選手の皆さんが退場いたします。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ開幕カウントダウンホームタウン壮行会、本日こちらの特設ステージの方には千葉ロッテマリーンズより江村選手、平沢選手、佐々木選手、中村選手にお越しいただきました。ありがとうございました。さあ昨シーズンの悔しい思いをバネに今年こそマリーンズは絶対に頂点に立ってくれると信じています。皆さんも熱いご声援をよろしくお願いいたします。さあオープン戦の方でも、チームに向け盛り上がりを見せておりますが、4月の4日の開幕戦でまた皆様にお会いできることを楽しみにしております。寒い中本当にありがとうございました。